ちゃ今稼ぎ時かも。あとはなんかお化け屋敷とかあったりね、いろいろ90分待ちのお化け屋敷とかどういうことみたいな。でも大盛り上がりだったね。思ったより、ごめん、いや、まあ、早稲田大学が一番なんで、それはもう譲れないんですけど、でも、思ったより、ちょっとすごい盛り上がってて、何より早稲田より空気が澄んでて、治安が良かった。謎解きは？あ、謎解きなかったです。なかったです。去年まであったみたい。あ、なんか、上智大学謎解きって調べた、2022年の記事を出てきたから、私はなかった。だから、研究は、悲しみの気持ちになりましたけどね。まあでも、お化け屋敷で90分待ちでしょ？ディズニーランドもびっくり。もしも妹が上智大学生になったら、500円ぐらいでさ、謎解きのチケットってさ、ケンピが作ってさ、で、影の支配者ケンピで、500円ぐらいで売ったら、めちゃくちゃ売れると思うよ。体験型のなんか遊べるコンテンツがなかった。もう全部展示か、なんか食い物しかなかったから。ワンちゃん、今、稼ぎ時かも。上智学園祭。ないかで、ケンピ 50% みたいな。50% バック。やりてぇ。やりてぇ。子供向けに作って、1冊500円で。触れると思うんだよな。あ、いません？いません？早稲田、上智のね、運営の方いたら、ぜひ来てもらえば作ります。あ、早稲田の学園祭。あ、そう、早稲田の学園祭もね、今度日あるからね。ケンピも行くよ、また。学園祭稼ぎ時だよね。ちょっと金銭感覚おかしくないし。どうしよう。なんか、謎解きさ、わかんないけど、2セットぐらい売って、1個500円って、500、500。2セット買ったら、900円みたいな。え、なんか商売できそうだよね。ちょっとやりたいですね。なんかあったら、私は出し物に困っている学生諸君にいたら、お姉さんが釣ってあげる。あ、